ージック、お相手は長谷川萌実と田崎朝日です。M ラインミュージックはオフィシャルファンクラブ M ラインクラブを中心としたメンバーの音楽活動にフォーカスを当ててお送りしていく番組です。今回もこの2人でお届けしていきます。始まりました M ラインミュージック。今回も盛りだくさんの内容でお届けしていきます。ビタースイートのお二人、よろしくお願いします。さあ、今回の配信は4月8日ということで、はい、もうね、春になりました、うん、春に聴きたいおすすめの楽曲とか、朝日ちゃんありますか？あのスピッツさんの春の歌、はい、とても大好きです ね、 いいですね。あの爽やかな、まあ、楽器のアレンジと、あとやっぱりなんといっても心地のいいあの歌声、はい、はい、なんか春風を感じながら聴きたくなるなと思います、うん、そうだね、はい、萌実ちゃんはいかがですか？私はですね、スーパーフライさんの愛を込めて花束をという楽曲なんですけど、うん、素敵な曲ですね、まあ、私がこう春生まれっていうこともあって、うん、ちょっとこう感謝の気持ちだったりとか、うんうん、今までいろいろ乗り越えてきた、そのこれからもよろしくねみたいな気持ちをこの楽曲がすごい表現してくれているので、とても大好きな楽曲です。そしてビタースイートの楽曲でもね、はい、春の楽曲がありまして、はいはいはい、恋心というバラード曲があるんですが、うん、この楽曲はね、桜っていうワードがね、出ますね、サビにも入っていたりとかして、はい、ちょっとこの春の少し肌寒い季節の感じ、うん、だけどこうピュアなその恋するこの思いが、うん、こうもどかしさだったりとかがすごい春にぴったりだなって思うので、ぜひ皆さん聴いてみてください。まずはビタースイートウィンターライブ2022からないものねだりをご覧ください。この雨は誰にも等しく降るというのに、私は君よりも揺れてしまう世界だ。瞳の大きさや肌の白さなんかじゃ、美しさの半分も説明しきれないのに、愛嬌が足りないって、勉強は意味ないって言われては、傷つきバカなふりしたんだ。上手に生きたかった、裏ぶれて雲一つないような青い空、羨ましいな。君になりたくて泣いていた、でもなれないことも知っていた。そう、物語の主人公はいつでも君には、君の理不尽があることもちゃんとわかっている。だから私も愛してみよう、ただの私を。伸ばしたこの髪をひどく短くしようとも、邪魔な空気抵抗は変わるわけもなくて、才能という言葉が見えなくしてたんだ。ひたむきな努力も勝手に抱かれた、幻想にとらわれちゃやるせいもない。疲れ果てた気分、弱さごと抱きしめたいな。生まれたままありのまま、胸張って生きていられたら、そう、物語の主人公はいつでも。本当に大事なことはなんだ、ありのままでいることなんだ。もっと好きになれる気がする、きっと一人一人違うのは誰も他の誰も。
も知っていた。そう、物語の主人公はいつでも。ねえ、君には君の理不尽があることもちゃんとわかっている。だから私も愛してみよう、ただの私を。ありがとうございます。単独ライブでないものねだりを歌うのはこのライブが初めて で、うん、で実際に初めて聞いた方とかもね、うんうん、いらっしゃって、はい、すごい手拍子が、ね、うん、あのしっかりみんなこう力強くやってくださってて嬉しかったなって思ったんですけど、朝日ちゃんどうだった？あの私この楽曲で歌うときに気をつけているところなんですけど、うん、割と A メロからが、うん、あの結構低音から始まるんですよ、低い音から。そうだね、で、うん、だんだんこうサビにずれて高くなっていってっていう感じなんですけど、うん、あのA メロはまあやっぱりこう低いので、うん、あんまり埋もれないように、うん、あの結構一粒一粒の音を立てて歌うように結構意識はしておりますね。会場によっても響きようが違うので、うん、それは特にここでもあの意識したところかなって思います、うん、そしてこの楽曲も収録されているビタースイートのニューシングル、ラブストーリーは始まらない2022が先日4月6日に発売されました。はい、はい、このシングルには、うん、涙の糸で、そして反省の歌という楽曲も収録されております、はい、まず涙の糸でという楽曲なんですけれども、うん、じゃあ朝日ちゃんからこちらの楽曲はですね、はい、あの柔らかい歌詞はさることながらなんですけども、うん、あの音楽その曲自体の、うん、例えばコード進行だったりが、うん、結構こう懐かしいようなメロディーをしているんですよ、うん、まあ、弾いていてもそう思うし、あとコード進行に合わせて結構、うん、あのちょっとざらついたわざとそういう加工にしてみた編集もして見ているんですけど、今回私たち2人でこういろんなアイデアとかも、ね、出させていただいたんですけども、うん、あの歌詞だけではなくてそういう音楽のアレンジ面もちょっとこう聞いていただけたらなと思う楽曲の一つです。そして反省の歌はビタースイートとしては初めての、ね、カバー楽曲をリリースするということなんですけれども、うん、はい、あの元アップフロントの先輩のサムシングエルスさんの楽曲でして、もう本当にハーモニーも、ね、綺麗で、うん、なんかこう20代後半に私たちが歌う意味がある楽曲なんじゃないかなという内容になっていて、だんだんこう思い通りにいかなかったりとか、いろんなことを自分自身受け入れて反省してまた前にこう進んでいこう、大事な人を大切しながら進んでいこうっていう楽曲になっておりまして、はい、そういった、ね、歌詞にも注目して聴いていただけたらなと思います、うん、はい、多分山作っていきたいね。はい、なんかプルーっていっちゃうから、はい、A メロはもっと落として、落としてちょっと悲しげ、悲しげして、はい、で逆にサビはいいんだけど仕方ないや、スイートートスイートートスイートートやけ、うん、ちょっと情熱的、はい、悲しみの天に向かって走るなんてタリラッタタリラリタラランダだって仕方ないよ、仕方ないよ、なんか悲しげに、はい、つないでってあげないと、はい、すごいこうぶつ切れになっちゃうから、はい、そこだけ気をつけて、はい、スイートートスイートスイートートスイートートスイートートやけん、まだ間に合うかな、お願いします。お願いします。どうしたの、不自然な距離、ドライブの帰り、押し寄せる不安を糸島の波が煽る。
ちょっと待って、なんて言ったの、聞きたくない、優しいはずの君の唇、冷たいさよなら告げる、いつも警告へイルミネーションのこの島コスモスもこの窓から見てたのに、ガラス越し映るのはさっきまでの君じゃない、私の知らない横顔、やけどしかたないよ、水筒と水筒と水筒と焼ける、まだ間に合うかな。2人のパートがあるんですよ、ここで。ここがなった時に私のキンキン声を平山さんがオブラートになんか包んでくれるみたいな。このあこれに重なったらこれ入るじゃないですか。わかります、わかります、これ、この細さがこれぐらい、私のキンキン声がこれぐらいあったら平山さんが包むことって難しいんですけど、なんか平山さんがわってなんか、わかります、そんな感じです。まだ緊張が解けなくてドキドキしてるんですけど、よく歌いたいなって思ってます。鋭くてかっこいいイメージがあるので、私は鋭く、私の歌声は鋭くはないので、こう同じ歌声じゃないからこそうまくマッチしたらなって思います。このままオーバーディーなんて嫌なの、お願い近づかないで、いつも幸せのカレンダーは足早に過ぎてゆく、なんで気づかなかったの、悲しみの記念日に向かって走るなんて認めたくなんかないから、だって仕方ないよ、水筒と水筒と水筒と焼け、嘘だと言って、撮影終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。佐藤さんどうでしたか。平山さんと今回初めて歌わせていただいたんですけど、はい、工藤遥香ちゃんと森戸千里ちゃんと同じぐらい、ま、なんかあ歌いやすいって思った感覚があります。嬉しいです。この楽曲初めて歌わせていただいて、あ、そうなんですね。アンジュルムに入ってまだやったことがない楽曲だったので、あら、こうドキドキしてたし、こう佐藤さんが言った通りすごいリズムが難しくって、うん、こう滑舌だったりこう乗るのが難しくて、こう全体的に音が高くて、私的にはこう音を出すのが大変だったので、こう練習でも結構つまずいたんですけど、こう本番ではこう佐藤さんがいつもニコニコしてくださってるからちょっとほどけて、あのすごい安心感でしたよ。本当ですか。すごくいや、こんな感じはい、頑張って撮影したのでぜひたくさん聴いてみてください。さあ、今回は私のおすすめのパンを紹介したいと思います、はい、みんなのパン屋さんのクリームパンとメロンパンです。コットンクラブの公演の会場に入る前に、はい、近くのこのみんなのパン屋さんでパンを買ってクリームパンを食べたんですよ、はい、はいはいはい、その思い出でちょっとね、用意していただけないかなっていうことをお願いしたら、はい、今回用意していただけたので皆さんにも紹介させていただきたいと思います、うん、はい、まずはこちらクリームパン、はい、こちらですね、はい、なんかね本当にね、うん、ライブ前にちょうどいいサイズ感と美味しさで、まあ、さとね、本当幸せな気持ちになってリハーサルに挑めるっていうね、うん、思い出があります。結構ぎっしり入ってるよ、ね、いただきます。うん、うん、もう、うん、昔ながらのこれっていう感じ。美味しい。クリーミーで、うん、パン生地がふわふわしていて、うん、なんかねこの香りもね癒されるというか、クリームパンってこの安心感がありますよね。そうだよね、うん、美味しいです。続いてじゃあメロンパンの方、はい、いただきますね、うん、こちらちょっと楕円形になっていて、はい、パンの中に白あんが入っている関西風のメロンパンということで、はい、いただきますね。うん、どうですか、メロンパンにあんが入るとこういう舌触りになるんだっていうのを
うん、なんかすごく、そう、ちょっとしたこう外側のメロンパンの塩味っていうんですか、うん、ちょっとしたのがまたこういいアクセントになってとても美味しいです。うんうんうん、なんかメロンパンと和菓子の融合みたいな。あーでもわかるかも。ちょっと和洋折衷みたいなね、うん、なんか美味しいです。はい、はい、ということでビタースイートもですね出演している尾形理沙ボンボヤージュ in コットンクラブは4月5月も開催しております。ぜひお越しの際には、うん、このみんなのパン屋さんにも行って食べてみてください。みんな今日は声出せんけど、続いては M ラインスペシャル2022マイウィッシュから田中麗奈がパフォーマンスした大器晩成をご覧ください。大器晩成もうそんな人生もうひっくり返せ夢掴みたい。大器晩成もうこんなご時世だからマリゼル今叶えたい。アイ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 笑顔。大変なこともあるだろうけどすぐに結果がついてこなくとも大器晩成型なんだから待ちながら頑張りなさい。いつか一番になるためには脱ぎ捨てなきゃならない時もある。あとは運を味方につけるだけ待って去らずにやんなさい。大器晩成もうそんな人生もうひっくり返せ今掴みたい。アイ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 大器晩成もうこんなご時世もうだから myself 今叶えたい。でも知ってもらえずに終わったら死んだ後に評価が高まる後付けでうさいのバラン。いやいやそんなのありえないしそれ大器晩成って言わないし出がしでもチャンスはままにして居場所を明示してやんなきゃ。大器晩成もうそんな人生もうひっくり返せ今掴みたい。アイ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 大器晩成もうこんなご時世もうだから myself 今叶えたい。アイ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 We'll be right back.
この楽曲なんですけども、うん、もともとアンジュルムさんの楽曲で、はい、私もアンジュルムさんのステージをよく見させていただいてて、うん、大人数のメンバーでこう圧倒される感じをこう目にしていたんですけども、うん、もうレーナさんお一人でもなんか大人数に匹敵する声量だったり、うん、あともうピッチの正確さ、ロング、ハイトーンだったりだとか、うん、本当にもうこれぞザ・主人公みたいな感じのかっこいいなと思って改めて見させていただきましたが、うん、なんかこうファンの皆さんもこうサイリウムがね、うん、こう一緒にこうリズムに乗せて揺れてたりとか、うん、田中さんもいろんなところを見てこうやって一緒にやってるみたいな感じがすごくライブ感があって、うん、なんか後ろにバックバンドでもこう見えるかのような、うん、なんかそういうねパワーを感じました ね。この楽曲は中島拓哉さんの作曲の楽曲なのですが、はい、私たちビタースイートもね拓哉さんに作っていただいた楽曲がありますね。はい、ドリームガールという楽曲なんですけども、はいはい、やっぱり拓哉さんがこう作っているいらっしゃる楽曲って、うん、とてもこうコード遊びがお好きな方なんだなっていうのがとてもわかるんですよ、うんうん、でこう毎回そこのコード行くのっていうところに行ったりだとか、そのドリームガール自体もそうなんですけども、うん、でもそれも不自然に聞こえなくてもう一つの音楽としてもちろん成り立ってるし、うん、それがめちゃくちゃかっこいいなっていうのがすごく感じる楽曲ですね、うん、いい。そんな私たちのドリームガール、そしてその他の拓哉さんの楽曲もぜひ聴いてみてください。続いてはこちらの映像をご覧ください。プレイバック M ラインミュージック、今回は愛の園タッチマイハート。この楽曲は私ももともととっても大好きな楽曲で、特にイントロだったりとか、全てなんですけれどもメロディーがとてもかっこいいなというふうに思っていました。なのでこの曲ができた時すごく嬉しくてリハーサルからとても気合を入れていました。サビの部分が特にかっこいいんですけれども、ぜひ聴いていただきたいなというふうに思うポイントが愛の園という歌詞があって、そこの、ね、高音の部分がとっても難しいんですけれども、ね、しっかりこうハマるとかっこいいポイントなので、ぜひ、ね、皆さんに聴いていただきたいなというふうに思って私も張り切って歌いました。最後は M ラインスペシャル2022マイウィッシュから田中麗奈、夏秋みやび、宮本花凛、尾形梨沙がパフォーマンスしたもっと愛してほしいのをご覧ください。どんな人が理想なの教えてほしいわ、yeah, yeah. 意外と純で優しい子伝えてほしいわ、yeah, yeah.セクシーダンス、まだ慣れないミルクなダンス、いろんなギャルがいるけれど、Oh yeah yeah yeah、普段はどこで騒いでる？教えてほしい、Oh yeah yeah、去年のことは忘れるの？伝えてほしい、Oh yeah yeah yeah。
服が興味なの教えて欲しいワンワン yeah, yeah 意外な嘘は許せるの伝えて欲しいワンワン yeah, yeah, yeah ドキドキするワイルドダンス視線釘付きファンキーダンスいろんな音が入り乱れ Whoa, yeah, yeah, yeah 普段は誰を見ているの教えて欲しい Wow, yeah, yeah 昨日は誰と過ごしたの伝えて欲しい Wow, yeah, yeah, yeahちょっと優しく抱き寄せてちょうだいもう二度と私不安にしないで離さないでね愛してもっと愛して未来を誓ってほんのちょっと恋に奪いさせちょうだい私眠れないわ一緒にいてね M ラインミュージックお別れの時間となりました。はい、ということでいよいよね、はい、私たちも出演させていただいている、うん、尾形リサボンボヤージュインコットンクラブの追加公演が始まっていますが、はい、11日は、うん、振り替え公演ということで、はい、で12日からねまた続いていって、うん、もうねスケジュールも決まっているんですけれども、はい、なんかまたコットンクラブの空間がね楽しめると思うと楽しみなんだけど、朝日ちゃんはいかがですか？うん、そうですね、やっぱりこうこのリサボヤージュ自体が、始まった時は、うん、もうとても緊張していてうわガチガチっていう感じだったんですけども、うん、今回その今も、させていただいている、うん、M ラインスペシャルというツアー、全国を回るツアーとこうまたちょっと違ったお客さんとの近い距離でのライブということで、うん、はい、まあ、今回はね、もっとこう皆さん一人一人のお顔も、見て歌えていけたらなと思っております。そうだね、はい、M ラインミュージックでは話してほしいトークテーマ、私たちに関するコメントなども募集しております。ぜひコメント欄にご記入ください。よろしくお願いします。この番組は毎週金曜日に更新します。チャンネル登録をお願いします。今回の M ラインミュージック、お相手は長谷川萌実と田崎朝日でした。さようなら。今回の M ラインミュージックいかがでしたか？次回はまた新たなメンバーでお届けしていきます。ナレーションは宮本かりんでした。またお会いしましょう。